Thank you.
長崎から呼び戻された麟太郎は日本使節団の護衛としてアメリカ行きを命ぜられ、1月13日関吟丸に乗船して太平洋に乗り出しました。船出してしばらくの後、嵐に遭遇、大波に揉まれ、激しい船酔いに苦しめられながらも、ようやく2月26日サンフランシスコに到着したのでした。アメリカでは鎖国以来太平洋を渡った最初の日本人として大歓迎を受けたのでしたが、戦場でアメリカ人を捕まえては英語を習う福沢諭吉とは生涯確執を生む出会いでございました。